お世話になります。一人でございます。先日、ガラルバリヤードの配布がありましたが、その日、視聴者さんから情報をいただき、公式サイトを見てみたところ、なんと、ひっそりと朗報が舞い込んでいました。その朗報とは、あの剣盾の有料 DLC である、鎧の孤島についてです。今回はこの鎧の孤島の最新情報について詳しく考察していきたいと思います。実際、公式サイトでどのような情報があったかと言いますと、まずメインの情報は、剣盾において、バリヤードが5月22日から5月29日まで、配布されていまして、他にもポケモンが今後配布されるという内容の情報です。で、詳細は5月29日から6月5日までは隠れ特性危険予知のガラルポニータとレベルボール、スピードボール、ラブラブボール、フレンドボール、ウルトラボールがプレゼントされます。6月5日から6月12日までは隠れ特性呪われボディのガラルサニーゴと甘いリンゴ、酸っぱいリンゴ、欠けたポット、割れたポット、匂い袋、ホイップポップがプレゼントされます。そして6月12日からは隠れ特性緊張感のガラルニャースと、なんとでかい金の玉50個と経験飴 L100 個がプレゼントされます。アイテムとかははっきり言ってかなり思い切ったものが多いですよね。で、これが鎧の孤島とどう関係しているかですが、よく公式サイトを見てみると、このキャンペーンで6月末までに配信予定のポケットモンスターソードシールドエキスパンションパス第1弾鎧の孤島での冒険に備えようと書いてあるんですよね。で、ここから読み取れることは、今配信予定日の6月末から1ヶ月前くらいですが、この段階では6月末までに配信予定のや鎧の孤島での冒険に備えようの表記をするということは、鎧の孤島が予定通り配信されると言っているようなものですよね。もっと曖昧な表現でもいいのに、このように表記するとは、よほどのことがない限りは鎧の孤島はほぼ確実に6月末までに配信されると思っていいでしょう。実際最近明らかに店頭で行列ができることが予想された鬼滅の刃の単行本ですら、発売日がちょっと延期した程度で普通に発売されましたから、鎧の孤島はパッケージ販売がなく、しかもすでに1月から発売されていましたから、制作さえ問題がなければ普通に配信できる可能性は非常に高いでしょう。昨今のコロナ事情でポケモン関連のイベントや映画は軒並み延期となっていて、しかもゲームフリークから感染者も出てしまっていて、鎧の孤島も延期されるのではと心配に思っていた方は多いと思いますが、最近の日本における感染者も減ってきていることですし、相当なイレギュラーなことが起きなければ大丈夫そうですね。まあコロナ自体が相当なイレギュラーなことではあるんですけどね。具体的な鎧の孤島の配信日については公式サイトにあった通り明かされておらず、あくまで6月末までとされています。ちなみに NintendoStore では6月30日に配信と書いてあり、配信日が決まったと騒がれていたりもしますが、どうやらこれは過去にずれた事例もあるとのことで、あくまでも暫定的みたいですね。では配信日はいつになるかというと、私の予想では6月19日金曜日だと思います。なぜかというと、まず第一に先ほどご紹介した鎧の孤島の準備と銘打ったプレゼントキャンペーンにはおかしいなと思った点がありませんでしたが、それはガラルニャースの配布日についてで、他のポケモンについてはプレゼントが終わる日と終わる時間まで丁寧に明確に示されているんですよね。ただガラルニャースだけ唯一6月12日金曜日9時から期間限定でとしか書かれていないんです。明らかにここだけ不自然でおかしいんですよね。おそらくこれは本当は6月19日までや鎧の孤島配信までとしたかったのでしょうが、これを表記してしまうと配信日を明記することになるので、今の段階では避けたかったのかと思われます。で、最近はプレゼントだけでなくイベントレイドもやっていて、意図的にユーザーに剣盾を再びやらせようとしていますし、プレゼントキャンペーンもあえて1週間ごとというルーティン的に行うことで、1週間ごとに剣盾をやる習慣もつき、より鎧の孤島配信にみんなが注目しやすくしているのだと思います。ですのでプレゼントキャンペーンの流れでルーティン通りガラルニャースの配布からちょうど1週間後、つまり6月19日に配信されると予想できます。で、ここで6月末と書いてあって19日は待つと言えないから、お前の意見は間違いだこれカス野郎とおっしゃる方がいるかと思いますが、よく公式サイトを見てみると6月末までにと書いてあるので、6月19日でも全然問題はないと思います。しかもまだ他にも理由があります。まず最近のポケモンのゲームの発売日を改めて見てみますと、剣盾を含めてほとんどが月の半ばに発売されているんですよね。さらに曜日にも注目すると全て金曜日なんです。オメガルビーアルファサファイアは2014年11月21日金曜日、サンムーンはは2016年11月18日金曜日、ウルトラサンムーンは2017年11月17日金曜日、レッツゴーピカチュウ EV は2018年11月16日金曜日、そして我らが剣盾も2019年11月15日金曜日です。ちなみに鎧の孤島が発売された日は2020年1月10日ではありますが金曜日です。これらの過去の事例と最近の明らかに1週間ごとに剣盾をやらせるような注目させるようなキャンペーンから考察すると、2020年6月19日金曜日が配信日としてかなり有力だと思います。これは都市伝説的なたまたまの偶然ではなく、マーケティング戦略的に日付や曜日、キャンペーンも設定しているでしょうから、真面目に6月19日がほぼ確実と言ってもいいでしょう。もし外れたら私を国家への反逆者として晒し者にしてください。